Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。中山競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。先頭に立ったのは吉山の4番マルチマックス、その外からは14番エクスプロイダー、依然先頭6番吉山ミトちゃん、差が開いて3番事務所エリザベスであります。そして外からは12番ダスビナーニア。さあプレミアカップの歴史の1ページ、その名を刻むのは果たしてどの馬か。天女のカグロムはしんがりだ、ピンチピンチ大ピンチ、吉穴美斗ちゃん先頭、ショータイムが2番手、12番ダスビダーニア、ショータイムも懸命に追う、黄色い帽子アジャイルネオ、外から1頭ショータイム、ショータイム先頭に立った、外からは松葉王、そしてアジャイルネオだ、松葉王先頭、松葉王が1着でゴール番を通過、2着はアジャイルネオ、3着ショータイム。第1レース、1着1番、2着8番、3着9番、以上のように確定しました。スタートを切りました。14頭まずまず揃って飛び出しました。さあ外が行くのか内が行くのか、先手を取って飛龍、そして2番手に10番ちょっと離れている3番飛龍、それから14番タスクエモーション、6番シルクレディスタンス、差が開いてトランストレーションであります。1番真っ白な馬体ダイナフェラリー。さあ歴史に名を刻むのは果たしてどの馬か。モーメント、まだ後方捉えられるかどうか、前の馬先頭モンブラン、3番飛龍、6番シルクレディスタンス、5番ナイトキングダム、タスケモーション先頭に立った、ナイトキングダムが3番手、先頭はタスケモーションだ、ナイトキングダム襲いかかる、タスケモーション先頭、ナイトキングダム先頭に立った、1着ナイトキングダム、2着第2レース、1着5番、2着14番、3着9番、以上のように確定しました。
ップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。いったいったいった、差し掛かります。これが先頭腹板サダイ、そして2番手に6番スーパートレーディア、装填すでに支流、その後ろ5馬身くらいあって5番ダブルドリーム。さあ4コーナー、さっそうとカーブして、これから最後の直線勝負。先頭12番ハライタソダイ、内から懸命に鈴鹿トレーディア、13番装填すでに指数、先頭ハライタソダイ、ハライタソダイが3馬身リード、鈴鹿トレーディアが2番手ハライタソダイ、先頭だ青い帽子鈴鹿トレーディア、13番装填すでに指数、外から懸命にアダムステンペスト、外を通ってピンキージョーンズか、ピンキージョーンズ先頭、ピンキージョーンズが1着でゴール番を通過、2着は装填すでに指数。第3レース1着当番、2着13番、3着9番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。ああいったいった、その外に9番グレープお姉ちゃんであります。そして1番アレンちゃん、その外に5番ダブルブリザード、そして7万枚ホースの洲本屋様の舞。さあ最高の栄誉と賞金をかけて、ここから直線勝負です。洲本屋様の前、直線の伸び足はどうか、先頭はハーフオブザキング、外から4番ソルティアース、黄色い帽子ガブリエルエピローグ、先頭はソルティアースだ、3番手にデビルサムライ、4番ソルティアース先頭だ、ガブリエルエピローグも懸命に追う、12番デビルサムライ、ソルティアース先頭、ソルティアースが勝ちました。デビルサムライは2着3着に。第4レース1着4番、2着12番、3着8番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、エゴチャンス先頭レアドリームが流星のサドル、じわっと上がっていく1番サイリウムがその後ろ、そしてしんがりからバトルハートという展開です。先頭を行くエドンデートル、半馬身リード、その後ろでやりましょうか。2番レアソリーチェ、中山のスタンドは揺れています。10番ベンズは6番手といったあたり、先頭はベアトリーチェ、エゴチャンスも懸命に追う、ピンクの帽子流星のサドリ先頭ベアトリーチェ、13番流星のサドリ、エゴチャンス先頭、外を通って流星のサドリ、流星のサドリ先頭だ、ベンズ懸命に追う、サルボボ、そしてガブリエルジェネス、内か外かほとんど同時。結果をお伝えします。第1レースから順に1番、5番、当番、4番、13番以上のように確定しました。